趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。ご紹介の事例はダウンコートです。全体的にすごく汚れておりまして、アメジミというかワジミというか、そういったシミがですね、もう全体にございます。かなり長い間洗わずにずっと着用なさっていたのではないかなというふうなことがうかがい知れるコンディションでございまして、こういったところを寄ってみますと、こういうふうにムラムラになってシミになっております。襟とか袖とか汚れの目立つ部分だけではなくて、裾とか背中とか全体的にシミが出ている状態です。フードがついておりまして、フードには毛皮がついております。フードも毛皮も一緒にお預かりしましたので、全部まとめてきれいにしたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、バンドゥオクトーブルのダウンコートが仕上がりましたので、状態を見ていきたいと思います。もう見違えるように綺麗になりました。もう取り外していたフードと毛皮もつけて、撮影しております。もうこれラクーンの毛皮なんですけども、もうふわふわになっております。チャイニーズラクーンだったと思います。それからですね、全体的にムラムラになって輪染みになっていたようなシミがあったんですけども、もう一つ残らずございません。まさに、見違えるようになった状態です。買った時はきっとこんなお色だったんだなというふうにお客様も思い出していただけるのではないかなと思います。特に汚れのひどかった袖なんかもご覧のように全くシミがない状態です。大変いい感じに仕上がりました。ダウンもふかふかです。見ていただいても袖を通していただいてもですね、ご満足いただけるんじゃないかなと思います。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。